どうもこんにちは、おっさんゲームズです。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今日はこの祠、ナミカオズの祠をクリアしていきたいと思います。この祠なんですけれども、行き方としてはこの森林の塔からパラセールで南側に飛んでいって、ちょっと歩いていってやると、たどり着くことができるかと思います。さて、やっていきましょう。力の試練注意、ナミカオズの祠。この祠は簡単ですね。もうクリアの方法はもう単純です。出てくるガーディアンをぶっ倒す、それだけですね。最高。はい、繰り返します。こいこいこい。すいません、この繰り返しになっちゃいます。おっとっと、やられてしまった。来い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 、はい、来た。来い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 。おっと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 、あ、これやばいパターンじゃないですか。おっとっとっと、変えよう。オッケー、倒しました。はい、戦利品を拾っておきましょうか。はい、ガーディアンアックスプラスを手に入れました。ちょっと武器ポーチがいっぱいなんで、壊れそうなこいつを捨てましょう。はい、ではクリアしていきます。開く。はい、中身は氷雪の槍となっております。あっとっと、なんか捨てないと、ごめんなさい。じゃあ月光ナイフを捨てますと。これで、宝箱マークがつきましたので、宝箱もコンプリート。ではクリアしていきます。はい、克服の証を手に入れました。はい、というわけで、祠をクリアいたしましたし、宝箱もコンプリートいたしましたので、今日は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。